FM ルピナスをご覧の皆さん、こんばんは。月曜夜9時30分から放送しておりますニンニンのサウスポーアイランド、こちらはニンニンチャンネルで先週の水曜日と金曜日と日曜日に放送されたものを総集編でお届けしておりますので、ぜひご覧ください。ニンニンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アシスタントの堀之内ほのかと服部康坂です。よろしくお願いします。今日はですね、このユニフォームを着て、ロッテのお話をしていきたいと思いますが、またですか？はい、またですかって何ですか？その言い方OK です。もう皆さん待ってますからね。今回は、こう服部さんが現役時代にお世話になった伊藤監督のお話を伺えればと思います。そうですね、今監督も吉井監督に代わって、そうですね、新監督が、監督の話題がね、今何かと球界では多いので、じゃあその僕が、僕入団して監督って、僕は3名の監督で、プレーオフしてきました。で1軍の監督ですね、で1軍監督入った時は、ボビー・バレンタイン監督、で、次が西村監督、で、最後に伊藤監督。伊藤監督、で僕が、一番キャリアハイですね、1年間1軍で、投げることができた時の監督が伊藤監督なんですよ。その時、伊藤監督なんですね。で伊藤監督って元西武ライオンズで、長くにわたって正捕手で、その黄金期を築いた、時代のそのキャッチャーなんですね。でほのかちゃん多分全然知らないですよね。ごめんなさい、なんかこう聞いてるんですが、そうですね、今日はちょっと勉強させていただければ。名選手の方が監督、監督をされて、西武ライオンズでも監督もされてたんですけど、で一回辞められて、それでロッテで監督、来たんですよ。で僕の最初のイメージですね、伊藤監督って、長くキャッチャーとして強いチームで受けられてたので、すごくドライというか、で、クレバーなイメージ、冷静に、言い方悪いとちょっと冷たいようなっていうイメージだったんですよ。クールな感じの、あんまガーって騒ぐとか感じでもなく、クールなイメージっていうイメージを持ってたんですけど、でいざ監督就任されて、チームを率いるようになってから、で感じた伊藤監督のイメージっていうのは、かなりの熱血感でしたね。あれ違いました、全然全く違いましたね。熱い感じの、熱い感じの、そうですね、あと思ったことに対してすぐ、ドーンっていくような、行かれるような、そういう監督でした。で僕はね、その伊藤監督、がそれこそね、監督就任、監督言い悪いと特にはないんですけど、その監督が変わることによって、前も言いましたけど、その環境が変わるので、今まで、使われてなかった選手が使われるようになったりとか、逆にレギュラーの人がレギュラーじゃなくなったりとか、そういうのも、監督が変わるタイミングって結構あるんですね。そうですね、チームも変わりますからね。その中で僕、前年までほぼ実績のない、左ピッチャーだったんですよ、僕は。で、入団6年目。で、球団からも、もうあとはないぞみたいな感じの雰囲気がビシバシを感じる、その年だったんですね。厳しい、で、それが6年目なんですよ。で、5年目の終わりにですね、ちょうど伊藤監督が就任、いらっしゃって、秋のキャンプ。で、僕ピッチング練習してる時に、もう監督就任されてた、練習見られてて、ブルペンの後ろに、来られたんですね。で僕投げてたら、その時たまたまですよ、めちゃくちゃ調子よくていや大事ですよ、大事です、その年、シーズン通して僕良かったんですよ。だからそのまんま、いい感じで投げてて、ただね、ちょっと あんま機会がなく、その年1回も1軍で投げてないんですね。でその見てた、伊藤監督が、もう今年はどうやったんやって言われたんですね。今年の成績は、今年1回も1軍で投げてないですって言ったんです。なんでやとか言われて、言われて、
なんでは僕が聞きたいんですけど、そう私が聞きたいんですけどって、そうですよね。だけどシンプルに、はい、ね、調子上がらなかったんかみたいに言われて、うん、いや、あ、そういうあれではないんですけど、うん、恵まれず、まあ、はい、まあまあ、監督も察しだと思うんですけど、ああ、うん、そうかそうかって言って、それで終わったんですね、うん。で、よく、はい、春始まって、うん、シーズンが来て、はい、すごく、まあ、調子は維持したまんまだったんですよ、うん。あとはね、その、まあ、場が与えられた時に僕はもう自分の力を発揮しようつ、うん、で どうせというか、もう6年目で後がないという状況は変わりがないので、うん、まあ、自分はね、じゃあこの年が最後だったとしたら、悔いの残らないように思ったことを思いっきりやろうと思って、はい、臨んだシーズンだったんですね、うん。そうするとね、まあ、すごく自分自身の調子も良かったんですけど、うん、それで、まあ、監督も変わるっていうタイミングだったから、はい、まあ、使ってみようみたいな感じで、そうですね、チャンスが、はい、で序盤にポンポンって、いい場面で使ってくれて、そこで僕が、ね、うん、なんとか結果が出たので、はい、そのまま1年間通り抜けたんですよ、はいはい。それが僕の、一番、うん、キャリアハイの1年、それが伊藤監督の、就任1年目なんですね、はいはい。なので僕にとってはすごくね、僕を拾あの救い上げてくれた、うん、監督のではあります、うん。なのでいい監督悪い監督、それはあの人それぞれ、 そうですね、それはね、はい、自分を使ってくれた監督は自分にとってはいい監督なんですよ、うん。なのですごく恩師の一人ではあるんですけど、はい、そんな伊藤監督なんですが、はい、何でしょう、さっきも言ったように熱血感すごく熱血感、はい、そこちょっと気になってました、はいはい、なんですね、うん。ね、その紹介をするエピソード、うんうん、まあ、これは伊藤監督の目に届かないことを祈るんですが、そうですね、はい、ちょっと今変えていただいてすいません、はい、やっぱりね、紹介をするエピソード、うんうん、まあ、これは伊藤監督の目に届かないことを祈るんですが、そうですね、はい、ちょっと今変えていただいてすいません、はい、やっぱりね、キャッチャー出身ですから、うん、めちゃくちゃバッテリーに厳しかったんですよ、はいはいはい、そう、まあ、当たり前じゃないですか、そのピッチャー、うん、キャッチャーが崩れてしまうとゲームにならないので、そうですね、はい、うん、ましてはその、ね、名捕手なので、うん、キャッチャーそりゃ厳しいですよね。そう、厳しかったんですね、はい、うん。その厳しいエピソードの一つで、はい、僕、うん、と、はい、中郷投手、はい、と、うん、上野投手、3人いたんですよ、うん、はいはい。僕は、まあ、その3人結構役割が似てて、うん、6回7回あたりの、僅差、勝ってる負けてる僅差、うん、僅差で、リリーフで行く、はい、っていうポジションだったんですね。がその三投手、うん、はい、うん、で、その確かね、ソフトバンク戦で、はい、ちょっと1、2点リードの場面だったと思うんですね、うん、はい、でまず中郷選手がいたんですね、うん、そしたらその時ちょっとコントロールがあまり良くなくて、結構フォアボール多くて、はいはい、うん、でピンチを招いて、はい、僕にスイッチだったんですよ。なんと1点取られたかな、いや、なんか分かんないけど、もうそれでスイッチして、はいはい、で回ってきたんですね、回ってきました、はい、で次僕なんですね、うん、でワンアウト満塁とかみたいな場面できて、厳しい、で僕も、はい、多分良くなくて、あら、はいはいはい、ソフトバンクじゃないかな、オリックスか、まあどっちかなんですけど、うん、でまず変わりっぱな押し出しだったと思う、ああ、でなんかアウトでアウト取って、で、はい、フォアボールみたいな感じで、うん、いや僕もあんまりストライク取れずにアウト一つだけ取って、うん、でツーアウトですよ、はい、で次、上野投手、はい、来ました、はい、うん、溜まってるランナーもう全部返してしまって、まあ、なんて言うんですか、要はだから5、6点なんですよ、3人で1イニング全員ワンアウトずつしか取れずに5、6点取られたんですよ、はいはい、もちろん一気に逆転されて、そうですよね、でもう流れも向こう行って、うわ、もう一気に敗戦ムードだったんですよ、うんうん、今までもう粘って粘って頑張って、はい、僅差でリードしてリリーフにつなぐみたいな、うんうん、一気に逆転されて、逆転どころかもう突き放されて、そうですね、でもう僕らもベンチにいるわけじゃないですか、はい、そしたら当時の、ピッチングコーチ、うん、斉藤昭雄ピッチングコーチが、はい、我々3人みんなやられたんで、
ベンチの端っこの方でずっと試合を見てたんですよ。そしたら、はい、コーチにちょっと、うん、あの裏来いって言われて、伊藤監督、はい、行ったら伊藤監督が待ってるわけなんですよ、で僕から言われたのが、はい、何なんだ今日のピッチングは、うんうん、ストライク取れ、真ん中でいいからストライク取れ、あと変化球で逃げまくってつって、うんうん、そんなな、そ気持ちの入ってないようなピッチャー、うん、いらないから今すぐもう明日から来なくていい、はい、今すぐ帰れみたいな、はいはい、言われたんですよ。わなんで、ああとか言って、うんうん、で一番手前にいたのは多分中郷投手で、はいはい、お前ストライク投げるのは怖いよなって、うんうん、こっちとしてはストライク入らないだけなんですよ怖いとかじゃなくてもうストライク入らないすいません入らないっていう、ストライク取るのは宿泊してる状況でね、まあ、ストライク投げるの怖いとかじゃないっつって打たれるのは怖いのかみたいな、はい、ドーンって強気勝負して、はいはい、打たれるとしょうがないじゃないかって、うんうん、変化球ばっかでかわして、うん、すぐどんどん行けインコースマスクドーン行けみたいになって、はいはい、で僕らもシューンとなってるやん、ガーンって怒られてそれそうですね、もう太刀打ちできないですから、でも明日からいらないから絶対来るなって言われるんですよ、うん、グラウンドに、いやあ全員明日から二軍行きなんだうわーもう感じで、まあ、またもうじゃあいいもう戻れって思う、あもういらんからみたいな、もう怒ってたから、うん、戻るじゃないですか。でそしたらそれ攻撃の時間中に僕ら怒られてるわけなんですよ、はいはい、で守備の時間、はいはい、次変わって、うん、チェンジになって、はい、そこにその次の回の守備、はい、マウンドに上がったの、うん、上野なんですよあいつ今さっき、うん、もうお前いらんって言われて、お前帰れってそうですよね言われて、うん、次の回どんな思いであいつをマウンドに立ってるんだろうってずっと思いながら僕見ててそんなことありますえそんなことあるって感じでしょ、そうですよね、もういや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 、明日が来るなぜみたいな、うんうん、そしたら明日からどころか次の回がマウンドに上がってるからもういけいけみたいな感じですよねもうそれも状況もおかしいんですけど、僕もやられてる状況は笑うわけにはいかないし、そうですよ、ね、怒られてますから、そうそうそう立場はもう思ったのは本当にあいつどういう思いでマウンドに上がってんだもうメンタルボロボロですよね、うもうで、いや後に、はい、上野投手に聞いたんですよ、うん、あの時どうだった、お前すごいなあんな言われた後にマウンドでどんな思いであれ一球一球投げてんのさ、うん、覚えてないですもう怖すぎて怖すぎて、もうマジでマジで無心ってああいうことなんです全く覚えてないんです、嫌いなんです、でも服部さんもなんか自分じゃなくてよかったって感じですよね、もう上野投手見て、うん、ただ投げてるだけって言ってる上野投手もいやいやいやっていうエピソードありましたね、え上野投手はそれを抑えられたんですか、その時ね多分抑えたと思うんですよ、はい、よかった、うん、もうその後本当ダメだったらもうどうなってたことかって感じですよね、うん、まあ、ただねそういう風に言われましたけど、うん、監督はまあやっぱりすごく熱い人なので、はい、今思ったことを熱くガって僕らに伝えてくれたわけです、うんうん、まあ、愛ある無知ですよ、はいはい、で翌日、うん、僕らは何事もなかったかのようにグラウンド来ましたよかったよかったです、なので、まあ、ああいう風には言われましましたけど、うんうん、次の日に別に、ね、2軍に抹消されることなく、うん、投げ続けられたということ で、ね、1軍で、うん、次の日もちゃんとベンチに入って、はい、場面になったら、準備をしてみたいな、うん、変わらない状況はあったんですけどただね、カツは入れていただきました、うん、あそうですね、うん、重めのカツは、そうですね、そう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 、ただもう一回同じ失敗はできないみたいな恐怖は分は思ってましたけど、ね、それも言われないんですか、お前来ないでって言っただろうみたいなのはないんですか、ないないないです、あ、はい、そうなんだ、それぐらいねやっぱ一つのことに対して思ったらグーッていくような、うん、って熱量が熱い監督の一面でありますね、はいはい、まあ、こんな、ね、エピソード山ほどあるので、はい、ちょっとずつ紹介しますね、伊藤監督シリーズ、はい、ちょっと、うん、新しいシリーズができそうな予感がしましたけど、よくせぬ感じですね、はい、そうですね、本人の目に届かないことになります、はい、祈っております、はい、今回の動画がですねいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。ニンニンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アシスタントの堀之内ほのかと服部康隆です。よろしくお願いします。お願いします。さあ最近はですね、うん、まあ、監督とか投手コーチの、うんうん、
お話を聞いているんですけど、うん、裏の話をねそうなんです、多分これ世に出ない話を僕は今世に出してるんです。いや、これ好きの方多分めちゃめちゃ多いと思います。このシリーズ、はい、今回はですね、西本投手コーチのお話を伺っていきたいと思います。はいはいはい、これ撮る前にちょっと西本投手コーチのこう、うん、投球フォームとかを見て、うん、現役のところをね、はい、勉強させていただきましたが、うん、もう西本さんといえば、はい、ドラフト外で、巨人入りしまして、はい、江川卓さんと、うん、ライバル関係みたいな、要は強烈に意識をしてたわけなんですよ、はい、西本さんは、うんうん、片やドラフト1位の、騒がれて入ってきたスーパースターが入ってきたんです、はい、うん、で片や西本さんは高卒でドラフト外で入ってきて、うん、叩き上げで自分のポジションをようやく掴んだところに、うん、大卒の江川さんがわあそっかスター選手で入ってきて、そのポジションパッて入るわけなんですよ。で西本さんは何クソという感じで、そうですよ、積み上げてきたものもありますから、で強烈にライバル意識をするわけなんです。はいはいはい、でその例えば、うん、同じチームですから、うん、キャンプでブルペンで、投げ込みがあるって言ったら、うん、西本さんは江川さんがあのピッチング練習終わるまで終わらないとか、100球投げたら101球投げるとか、あーもうそこからもうバチバチ、バチバチなんですね、っていうエピソードを僕はあの、まあ、知ってたので、うんうん、まあ、親世代ですよ、僕の親世代がすごくよく見てた、うん、はいはい、僕もその親から父親からですね、もうちっちゃい頃に聞いたことがあって、うん、江川西本はなみたいな、うん、もうバチバチなんだぞっていうのが、僕の父はねその巨人ファンだったんで、はい、そういう、あそういう事情も、うん、そうだからいろんな話を聞いてて、うん、はいはい、その西本さん、うん、それでもう僕も知ってたんですけど、うん、はい、でそういう印象を持って、うんうん、西本さんが、ロッテの投手コーチになる、はい、っていうのを聞いたんで、うん、で あの時父親が話してた、そうですよ、ね、あの西本さんだと、はいはい、すごい、どんな人なんだろうって思ったのが最初の印象なんですね、はいはい、で西本さん来られて、うん、要はそういう風に対、自分のライバルに対して絶対負けるもんかっていう、その頑固な方なのかな、はい、あとはもうメラメラの絶対に負けない負けず嫌い、うん、そんな方なんだな、はい、というイメージですね、うん、だからその指導がどうとかは知らないんですよ、あー、うん、そうか、まあ、コーチも多分その時はやってなかったと思うので、はいはい、まあ、プレイヤーとして、うん、まあ、非常に負けず嫌いなプレイヤーで、うん、まあ、どういう感じの指導なのかな、まあ、でも名選手なの で、 そうです、ね、まあ、自分の感覚をまあ伝えてくれるのかな、うん、みたいなイメージだったんですけど、楽しみですもんね、ああ、で来てくれた時に、はい、印象を、うん、まあ、どうでした、印象通りといえば印象通りなんですよ、熱い方で非常に、はい、な芯の通った、うんうんうん、人なんですけど、はい、あでもねすごく選手側に立つコーチでしたね、選手の気持ちを汲んで、うんうん、まあ、自分の、まあ、管轄はピッチャーなので、はいはい、ピッチャーの投手コーチとして、うん、そう、うん、自分の抱えてるその選手投手に対してはすごく、うん、思い出があって、その情に熱いっていうような、はいはい、あのイメージでしたね、うんうん、でまあ実際の指導っていうのは、はい、西本さんのプレースタイルっていうのは、シュートがすごい有名だった、はい、右バッターのシュートどんどん、うん、あのさっき動画で見させていただきました、そう、うん、で投げ込んでいくから、はい、全員シュートの練習するのかなって勝手に思ってたけどもうシュートに特化してみたいなそういうのではなくて、ちゃんと選手を見て、選手ここあった、うん、メニューとか、はい、うん、まあ、攻め方だったりとかポジションだったりとか、うん、まあ、そういうので話をしていくっていう感じだったので、うん、でその中でね、その、まあ、動画で見ましたけど、うん、西本さんの投球フォームって足をバーンって上げるのが、まあ、特徴的な、すごかったですよね、うん、フォームなんですけど、はいはい、そのね僕もねそういうイメージがあったんですよ、うんうん、でセットポジションはどうなのかって当時全然知らなかったんですけど、はい、要は足をブワーンって上げてタイミングを取って投げるピッチャーだったので、うん、今でいうそのクイックモーションっていうのはセットポジションだった時に早く投げるんですね、うんうん、盗塁を阻止するために、うん、はいはい、クイックモーション、うん、が全員に課せられてた時だったんですね、クイックを早くしろ、クイックを早くしろ っつってピッチャー投手みんなの課題が、そうそうそう、はいはい、クイック早くしろみたいな、うんうん、で、まあ、クイックの練習をするわけなんですけど、はい、いやタイムも測られるわけなんですよ、まあ、もっと速いやつ、それは、まあ、はいはい、当時の監督の意向だったんですけど、うんうん、で、まあ、西本さんもだから、まあ、クイックの、速くするから、うん、あの
コツを教えるじゃないけど、まあ、クイックの指導をしてくれるんですよ、はい、うん、で当時僕思ってたのはあんだけ足投げてブヤーって投げてるからもう絶対クイックできないでしょってずっと思ってたんですよ確かにクイック向きではない。そうですね、そうそう、セットポジションがどういう感じなのかは知らなかったので、はい、でだから西本さんクイックの仕方今すごく指導くれてるけどはい、はい、えやったことあんのかなって思っててちょっと半信半疑疑いがあったんですね。そうそうそう思ってたんですね、うんうん、でその時の指導がですよ、はい、ピッチャーってこうやって、ま、足上げて、うんうん、こう腕はこう回して投げたりとか、はいはい、まあ、ちっちゃい人もいるんですけど、うんうん、まあ、そうやって投げるんですけどそれをだからクイックモーションでその操作をすごく速くする、はいはい、足を上げるのを小さくして、うん、ここの動作を速く投球までこう速く、はいはい、なんですけど西本さんの指導っていうのが、うん、こう構えるだろうっつって、うん、こうやって言うんですよいや絶対そういうの言い方してなかっただろうと思ってて西本さん本当にやってんのとか言って不幸だね。これ、ね、めっちゃ早いからみたいに言われて本当にそうですね、別にご本人に馴染んでるあれでもないそう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 で本当かなと思ってまあでもそういう風な、まあ、感覚でいやでも本当そうですよね、うん、本当にってなりますよね。僕はだから僕は左なんでこう、うん、こういうイメージ足とつくと同時にも手をバッと上に上げるみたいな、うんうん、それでねまあ練習は結構やったんですけど、はい、でその僕はいまだにちょっと疑問だったんですよ、うん、はい、西本さんそうは言ってるけど、うん、西本さん自身のクイックモーションってどんなんだったのかと思って、まあ、先でちょっと動画で確認をさせてもらって、はいはい、でセットポジション、うん、どんな投げ方するのかなと見たら、はい、ちゃんと腕回してましたねこうじゃなかったでもよいしょしてて、うん、でも思ったより西本さんのクイックモーション早かったので早かったですか、うん、あじゃあちょっと納得というか、うん、でも本人の感覚多分こうやってやってるんですよ本人感覚はね、はいはいはい、で実際でもそういう風に急いで投げてると、うん、まあ、まあこういう感じでっていう感覚なんですけど、まあでもね、最初は思ってましたよ。はい、そうですよね。絶対やってねえだろうと思って。選手間でもちょっとざわつきは。だって西本さんだって足バカって上げてるイメージしかなかったから。うん、本当やってたっていうあれですよね。クイックモーション投げたことないでしょと思ってた。え、でもこれ今だから言えますよね。そうですよ本当に。当時はずっとはいしか言ってないですから。そう。はい、はい、やります。そうですよ。もうコーチの言うことですから。はい、でもね、まあ、そういう感じの指導をしてもらって、うん、はいはい、でも非常に熱血感、うん、はい、うん、まあ、選手側に立ってくれて、うん、で僕の野球人生の中でも、はい、その西本投手コーチっていうのは、はい、まあ、うん、恩師の一人ではあるぐらい、うん、僕はもうすごく慕っているというか、はい、うん、あこういう人、うん、と、まあ、例えばですね、僕がじゃあコーチになるって言ったら、コーチってまあ2人とか、うん、体制あるんですけど、はいはい、あこの人がメインのチーフコーチ、うん、でその下で、やっていきたいなと思ったような人ですね。一緒にコーチができれば、うんうん、っていうぐらいね、その人としてすごく魅力的な人なんだ、うんうん、そうですね、うん、で当時のその江川卓さんとのエピソードとかも、はい、うんうん、地上から聞かされてたりとか、そのテレビでもやってたのを僕見たことあったので、うん、まあ、非常にねそういう人間的な部分も僕もすごく泥臭くて大好きなんですよ、はい、なのでね、まあそういうそれこれ野球でですけど、野球以外でもそういう思いってすごく大切かなって、うんうん、思います。僕も野球やめたら今思いますんで、はい、そういうのもね、たくさんそういう名投手から学べたっていうのは、うん、そうですね、非常に僕にとっても財産だなと思いますね。確かに野球以外のことも人として尊敬できる、うん、そう、うんうん、っていう印象です、西本さんは。素晴らしいじゃないですか。素晴らしいですよ。ただね、クイックモーションの時は、はい、疑問でした。本当にって思ってる。そうですね、引っかかってたって言えば、うん、クイックモーションが引っかかってた。でね、人としてはすごく、はい、もちろんその野球の指導、うんうん、投球に関しての指導っていうのはやっぱり実績を残した方だったので、はいはい、いろんな話を聞かせてもらって、はい、いろんなことを教えていただいたので、うん、自分の野球の価値観だったりとか、はい、その視野、うん、幅っていうのがすごく広がったので、うんうん、いい財産として、うん、僕もね、いろんな方に
これを伝えていったらいけたらいいなと思いまして、うんうんうん、だから今そういうクイックモーションのことを今伝えましたそのうちの一つそうですね、伝えなきゃいけないっておっしゃってましたから、いやでもすごいですね、こう、うん、いろいろ投手コーチとか監督のエピソードを伺ってるじゃないですか、うんうん、はいはいはい、どの方の話されても、うん、どんどんエピソード出てきますよね。そうです、なかなか濃いね僕プロ野球8年間プロ野球生活をね過ごしていたんですよ。すごい、そうですね、めちゃくちゃ面白いですよ、はい、人間模様個性の集まりですからもうプロ野球って渋滞してるなって思いますね。本当ですよ、胸焼けです毎日毎日なんかブラッコイ肉食べてるような感覚、また今日もこんなエピソードあったみたいな大変、いやでも本当にファンからすると、うん、野球をしてるところしか知らないので、うんうん、やっぱこう時間が経っても、はい、うん、なんでこんな胸焼けしてるのかって知らないでしょ、胸焼け理由が、うん、こういうことがいっぱいある人たちがたくさんいてたんで、そうですね、うん、いや西本投手コーチもまだまだ出てきそうなので、あ、そうですね、はい、西本さんね、はい、しかしたら次があるかもしれませんので、はい、今回の動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。